www.videonews.com。こんにちは。この新型コロナウイルスの関係で、さまざまな方にインタビューをして、このビデオニュースでは伝えています。で、今日は、今この新型コロナウイルスに関して、さまざまな差別などが今起きているという事態についてですね、あるいはそれに対する社会の動き、あるいは国の体制なども含めてですね、実際にそういう経験を今までした方、今皆さん覚えていらっしゃるかどうか、1980年代にやはり未知のウイルスとして登場した、エイズ。その時に、エイズパニックのような、社会不安みたいなことが引き起こされました。で、その時に実際の感染して、していた当事者の人たちがどのような思いでいたのか、で、今この新型コロナウイルスのこの状況の中で当時のことを思い、そのことで今何を考えていらっしゃるのか、何が今課題だというふうに思っていらっしゃるのか、話を伺おうと思います。今日はお話を聞かせてくださるのは、ご本人薬害図の被害者で、羽ばたき福祉事業団、当事者の人たちの救済のために、その薬害図の問題 その裁判の和解の後にできた団体ですけれども、自ら作って、自らその仲間同士で救済をしている羽ばたき福祉事業団の理事長でもいらっしゃいます大平克美さんに、今リモートでお話を聞こうと思います。大平さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。大平さんご自身も、体調がこう良くなったり悪くなったりしながら、入院も今も先日退院されたばかりというふうに伺ってますが、今日は体調はどうですか、大丈夫ですか。まあ、ありがとうございます。今この新型コロナウイルスのこの感染、この1月からずっといろんな報道や、その国の体制、いろんな対策とかを見ておられて、大平さん、どんな今感想というか印象を持っておられますか。一つは、基本的なところなんですけども、国が、国民の、こう一人一人の命を大切に、思っているのかどうかっていうのが疑問なところがありますね。はい、で、やはり、最初の初期の対応からしてみても、まずは国が、国民一人一人の命を守るんだっていう、それを第一に掲げるっていうことがなかったっていうのが、やはり当時の、エイズの問題の時もそうでしたけど、とても痛感するところですね。その一人一人の命を守る、多分この一人一人っていうことはとても大きいんだと思うんですが、具体的にどういうところでそれを感じられましたか。まず、多分健康に不安を思っている人は、もしかして感染してんじゃないかとか、そういうのを思った人たちが、すぐに検査を受けて、そして検査は、その検査結果によって、自分のこう健康をですね、どういうふうに守っていくか、それから、すぐに病院に行けるのかどうかとか、そういうところっていうのが、なんか国から方針としてすぐには出なかった。まずは、何か、医療体制の崩壊のこととか、そういうことの方が優先されてしまって、一人一人市民の命の問題っていうのを、大雑把に、捉えられていて、本当に人たちが困ってるっていうところに焦点が当てられなかった。そのために、検査するにしても、重症者優先とか、そういうような、報道がされたり、また、政府からのコメントとか、有識者のコメントが、そういうような方向性に傾いていて、
何か、みんなに不安を持っているけども、自分の健康がどうなってるんだろう。本当に病気になってるのかどうかもわからずに不安のまま生活してるという。まあそういう、ところっていうのは、あまり、私たちとしては、ありえない話だ。もう日本のそのエイズのことをご存じない若い人もいらっしゃるということで、ちょっとだけ振り返らせてください。1980年代にアメリカで初めてこういうエイズ用の患者さんの報告が81年にあった後、その後血液製剤、つまり何千人もの血液を混ぜて作った、しかも非加熱の製剤からそれを使っている血友病の患者さんの感染の報告が82年に初めてあり、日本でもその製剤を使われていて、厚生省で、研究班が発足し、そして85年に日本で最初の患者さんが発表になったと。で、実は大平さんもこの辺りで薬は使っておられて、しかも多分もしかしたら医療者の方はその感染の事実を知っていたかもしれなくても、ご本人には伝えられなかったっていうことがあったわけですよね。そうですよね。そのあたりのことっていうのが今もご教訓としてつのこあのちゃんと伝わってないっていうことですね。そうですね。まあ、検査すれば、やはり感染症の問題なので、患者本人だけではなくて、家族全体に大きな影響を与える、まあ、疾患なので、まあ、そういうところで、きちっと、検査結果が分かっていれば、すぐに、開示して、その対応っていうのを、それぞれの、患者に合った適切な対応をすべきな話なんですけど、それができていなかったっていうことが、後々に、また危険な製剤を打ち続けているという、患者が、感染の拡大っていうんですか、私たちから言うと、感染拡大の、とても、重要な、過ちをしてしまったというのが、国の問題だと思ってます。ですから、早くに、分かった段階で、それぞれの患者に、検査結果を、開示する。そして、患者は、それによ、自分たちの、健康を守るためにどうしたらいいのかっていうのは、もうそれぞれの家庭も考えなくちゃいけないし、また、お医者さんに、これを、この一番健康を守っていくにはどうしたらいいのかということを、どんどんこう発言していく機会を与えられるわけですから、治療と選択っていうのも、そこで、私たちに、優先的に与えられるべきところだったというふうに思ってます。それが、損なわれたというのは、大変私たちとしては残念だったと思います。エイズウイルスの場合は、血液あるいはその性感染症っていうところで、今回の新型コロナのその飛沫感染よりも、なおその感染力が逆に言えば弱いというか、でもその代わり家庭内あるいはその血液を触るっていうようなところ、あるいは医療者みたいなところはとても守らなくてはいけないし、そのことを自分が知ってなきゃいけない。でもそれはその時も伝えられなかったし、今回もそういう意味では非常に不十分だっていうふうに見えますよね。そうですね。やはり、自分の、健康の、状態がどうなのかっていう、知る権利、機会をですね、奪われているというのは、とても重要な問題だと思います。薬害エイズの問題の時もすごく感じたのは、こう制度とか仕組みのところを守るっていうことはあって
たんだけれど、その中でその患者が置き去りにされてる感じっていうのを多分とても強く感じておられたと思うんですけれども、それは今もそんなふうに思われますか？そうですね。規制の、概念で考えられて、そして新しい感染症についての、もっと型破りに、もっと重、あの、こう、重大な問題として、国が率先して、できるだけの方法をですね、やっていくということが大事だと思うんですけども、それが、やはり、何か、全体の枠組みの中で、矮小化されているっていうのは、とても似たような感じに思いますね。いわゆるエイズパニックと言われた、年表で言いますと、その86年松本で、これはフィリピンの女性でしたか、帰国してエイズになったとか、それからその後87年神戸で、そういう男性相手の仕事をしてた女性が亡くなったとか、その妊婦の方が、そのボーイフレンドから感染してっていうようなことが報道されたこの辺りで、非常にその社会自体もその差別偏見みたいなものがとても大きかったと思うんですけど、今回も同じようなことを感じられますか？患者とか、そしてまた、それを、治療に、専念する、医療者に向かって、もしかしてその人から移るんではないかという、そういう、その二次感染の心配とか、そういうのを、風潮として、どんどんその、感染者の、健康とか、それから命を、じゃあ、みんなで守ってあげようという話ではなくて、自分たちが逃避していくような、そういう、社会風潮というのは似ているような感じがしますね。その感染者のそうした偏見差別みたいなものが、逆にその感染してるかもしれない人が医療にもかからないというか、深く身を潜めてしまうみたいなことって、起こったと思うんですけれども、そういうことも心配ですよね。そうですね。後々、ずっとそれがですね、日本は、みんなでその人を守ってあげようというのではなくて、みんなで、その人を排除していこうという、そういうような風潮というのは、大変、私たちとしては残念だと思います。だからそういうふうになると、逆に今度は排除するからこそまた検査を受けないとかっていうことの、本当に悪い循環になってしまう。そうじゃなくて、本当に大変な場合は皆が守ってっていう、そういう発想になるべきだし、なってほしいっていうことですよね。当たり前ですけど。そうですね。それで、そういう風潮が、いい方向での風潮がですね、高まれば、じゃあ、国も率先して検査の機会とかそういうのをどういうふうにしていこうかっていうのは、一生懸命考えると思うんですね。ですから、それのエネルギーというのを、やはり、市民の力だというふうに思いますし、その人たちがみんなで、じゃあ、この感染症について、どういうふうに対峙していこうかとかっていうのを、みんなで、スクラムを組んで、力を合わせていくということが、そういう方向性になっていけば、感染した人についても、じゃあその人たちをどういうふうに守っていこうか、家族を守っていこうかというふうに、という方向に、みんな市民の人たちが、エネルギーを発揮してくれると思うんですね。それは、ひいては、自分たちに跳ね返ってくる話なので、それが、できるような、
やっぱり、社会ですね。社会に、本当は、為政者の人たちがリードしていくということが大事だろうというふうに思うんですけども、それが何か経済優先とか、それからまた、このくらいの人たちで犠牲が済むんだったら、このくらいでいいだろうというような、そんな、少し、日本の社会へのハードルの低さっていうんですかね。もっと、いい意味で高いレベルに医療とかそういうのを引き上げていくという、そういう、努力っていうのが何か、国の動きの中に見えないっていうのがとても残念です。当時そのエイズパニックの取材をしてた時に、例えばその高知で、その感染しているその妊婦の方のあった時に、その県立病院だったんですけど、ここにはその感染者は来てませんっていう張り紙をわざわざするっていうようなことがあって、逆にそのこう陰性、私たちのところはみんな陰性ですから大丈夫ですって逆にこう強調することが、こう陽性の人を逆にこう排除していくっていうか、なんかそういうことがあったような、あったんですけれども、そういう今もちょっとその危険性を感じるんですけど、どうですか？陰性証明を出すこと自体がやはりネガティブな反応だろうというふうに思うんですね。ですから、じゃあ、私たちは、こういう陽性の人たちが、来ても安全に医療を提供しますよ。そのくらいの、ちゃんとした、医療施設として対応できますよっていうことを、ちゃんと言えるような形にならないと、本当は逆に、感染症に対しての、適切な医療環境というふうに、環境ができていかないと思うんですね。大平さん、メディアに対しては今どんなふうなご意見をお持ちですか？エイズの時は、割と、煽るメディアもありましたけども、冷静にですね、きちっと、科学記事です。科学の、もう、根拠に基づいたいろいろな、解説をした、報道とかそういうのっていうのも、出てました。しかし、今、今回の新コロナウイルスの、報道を見ていますと、専門家とか、また行政のいろいろな揺れの中に、一緒になって揺れてるような感じがして、一貫性がないっていうのが、ちょっと感じられますね。ですから、もっと、きちっとメディアとして、社会のどういうのが正当化なのかっていうのを、もう主張してくれないと、ちゃんと、いい方向にリードできないんじゃないかなというふうに思っていて、とてもそこは、ちょっと時代遅れかなというふうに思うんです。時代遅れの感じがしますか？とつまり薬害エイズの頃からそういう意味ではあまり進歩してないというか、繰り返してるというか、ちょっとそういう感じもあるということですかね。そうですね。まあ、当時の方がまだ真剣に、何が適切なのかというのを考えている、また真実を明らかにしようという、そういうメディアっていうのも結構ありましたので、そこの何か、お茶の間的なニュースで、煽られている今の風潮の方が、ちょっと、遅れてるんではないかななというるほふうにど。思います。じゃあ今の方がちょっとより心配だっていうことですね。そういう意味でこれから、感染症も例えば新型インフルの2009年の時でしたっけ、その時も大平さんたちはその感染症に対する差別や偏見についてこう意見表明みたいのをされてらっしゃいましたけれども、このこうしたその感染症
と、その、まあ、人々のこう差別意識と、あるいはその、政府のこう対応みたいなものに対して、そもそもどういう、これからどういう対応をして、どういうふうにしていってほしいというふうに思われますか？感染症の発生というのは、やはりどうしても、偏見差別というところは、同時に発生してくるというのは、まあ、あり得るというふうに思うんですね。ですから、感染症については、常にその予防対策、それから治療対策、それと一緒に、偏見差別の、まあ、解消に向けてのきちっとしたチームワークっていうのができて、そういうチームができていないと、その感染症の罹患した人たちについての生活の保障っていうのは、なかなかそこはうまくいかないと思うんです。ですから、そこはやはり、予防、それからまた治療と、その医療環境の確保です。と、それから、それに対しての、教育啓発っていうところで、教育啓発ももっと突っ込んだ形で、当事者たちが、もし偏見差別の問題にさらされたときに、是正するような、対応を、きちっと、まあ、国、地方自治体が責任を持って、その回復措置を取るような、そういうチームというのがないと、生活が根底から崩れてしまうという、そういう一つのやっぱり感染症に対しての国の対応というのは、もっと成熟してないといけないんじゃないかなというふうに思います。それはエイズの時にも提唱したんですけども、なかなかそこは、大きな組織として、システムとして、動いていかないなというのは、今回、新コロナのウイルスの問題で、いろんな問題が生じているというところは、その判定が、教訓として生かされていないかなというのがあって、これからもそこは、どんどん私たちは、訴えていきたいなとは思います。つまりこう対策を考える上で、予防治療、そしてそのまあ環境、いろんなことの中にきちんとまあ教育というか、その偏見差別を起こさないための、ベースとしたこう考え方、あるいはそのコミュニケーションの方法みたいなものをもっとちゃんと用意しておかなきゃいけないと、そういう理解と。そうですね。もうそれはシステムとしてできていないといけないという。それはまあ、そのずっとまあ提唱してこられてきてはいらっしゃるわけですよね。そうですね。そうすると、まあ今回まだその教訓が生きてないというか、その提案もまだちゃんとできてないっていうふうに強くお感じになっているということですか？本当に現場の医療者の患者家族が困ってるっていう、まあ、困ってるっていうのは、そういうところを全く成熟してないなっていうのは思います。やはりなんかこう情報が全然こう出てこないっていうところで、まあ、一方でこう形上プライバシーっていう言い方にはなるんだけれども、それで情報はなかなかと全部がうまく伝わってこない、そういう意味のこうリスクコミュニケーションがちゃんとできてない中で、逆にその不安や何かでこう偏見差別が助長されてるような感じもします。やっぱりそこはどういうふうにこう、そのプライバシーの問題みたいなものとこう考えていけばいいんでしょうか？そうですね。まあ、プライバシーといっても、基本的には、やはり、患者さんについては、治療ができなければ一番困るわけなので、その治療と、それから、まあ、それに対しての、治療と、それから、公衆衛生的な、対策とは、きちっと、
そこのところでは、どこが責任を持ってそのプライバシーを守りながら治療をきちっとできるように進めていくかというところは、国は本当はちゃんと最終的に生活保障まで考えた、きちっとした感染症に対しての、一つの制度みたいなものを構築していないといけないんだろうと思います。ですから、割と日本はその感染症に対して専門の先生たちも少ないですし、それから、その感染症に対しての、じゃあ感染した人について、どういうふうに、その人たちの、もし、偏見差別が起きた時とか、そういうのが、是正するための措置っていうのはどういうふうにしていったらいいのかとか、そういうのを考えていくことっていうのが、なかなかできていないというのが、ここの国の、まだ感染症に対しての、大きな問題だろうというふうに、私は考えてるんですけど。沖田さん、お話伺わせてくださってありがとうございました。何か、これはもう一つ言っておきたいっていうようなことがあったらお伝えください。一人の命でもやっぱり大切なので、国は、一人が亡くなったからっていう、私たちは、エイズの時には、どのくらいの被害者が出たら、亡くなる人が出たら、国は対策を立てるのかつ、というふうに、裁判所での質問の中で、複数の人たち、二桁だったらというふうに、ポツンとなんかそういう話が出ました。ですから、この新コロナの問題についても、やはりそんな複数の問題とか、そういうのではなくて、一人の命でも、やはり守ることっていうのも、もっと大事にしてほしいなという、そういう国であってほしいなというふうに思います。一人一人の命を守るというところから、すべての体制や発想、ものの発想をしてほしいと、そういうことですね。はい、わかりました。どうもありがとうございました。今回の新型コロナウイルス、偏見差別の問題について、今からもう30年以上前になりますか、未知のウイルスが登場したエイズウイルスの、薬害の被害者である羽ばたけ福祉事業団理事長の大平克美さんにお話を伺いました。